帯広カントリークラブは、北海道火星郡根室町にあるゴルフ場である。1958年、山崎義平は、バイバイ側近くの十勝米国所有の草原を借り、ゴルフ仲間60人により打ちっぱなしゴルフ、練習場を作ったことに始まる。だが、借りた土地の借地契約が3年間だったため、新たなゴルフ場の用地探しに苦労して、2年後、 メムロ町の協力とゴルフ場設計家、マルモ勝の,の、これは立派なゴルフ場になるよとの評価で、メムロ町有産牧場用地の21万坪を用地に決定した。ゴルフ建設用地は、メムロ市以外から約12キロメートルの距離があり、ミオ、神ミオのブラク境で、ミオ川の右に死柄市山、左に、宇山が退治する日高山脈の山麓で、谷間の湿地帯である。 用地決定までの間活躍したのが7人の侍である山崎義平、中村重じゃらの名は今もクラブ史に残っている。1962年新たなゴルフ場の建設に向けて経営母体株式会社帯広ゴルフ場を設立し帯広カントリークラブ新嵐山コースが誕生した。1963年9月1日コース設計を マルモの部活に依頼し、コース増成工事が着工され、旧ホールが完成し、仮会場をされた。帯広カントリークラブは、十勝管内では初のコースで、北海道では第11番目のゴルフ場となった。この会場によって刺激され、周辺地域でもゴルフ人口が増加し、旧ホールの増設が急務となった。1966年夏、増設9ホールが、 マルモの部活の設計により、造成工事が完了し、18ホール、距離6835ヤード、パー72規模のゴルフ場が完成された。郵便番号082-0076北海道、河星群目室町中尾星5034番地。ありがとうございます。